焼肉好きですか。はい、好きです。あー、言っちゃダメ。はいはいはい。じゃあ証言、はい、ネタ好きな、何好きですか焼肉の。あれネタってそれ寿司か。あ、ホルモンか。正しい。そうなんです。すみません、よくご存知で。ホルモンです。ホルモンだからね。あー、じゃあ始めてください。俺はアジョンチなんてよくわかんないですね。あー、じゃあ青色バケさん。青色バケはタンですね。あ、タン。へー、なるほど。肩ロース。あー、なるほど。すごいな。カルビとハルミなんですけど。ハラミ。ハラミ。出てこなかった。一回も。カルビとハラミなんですけど、結構人気で一緒にいた人とかも多分頼むと思うんですよ。はいはい。柔らかいやつですか。うん。だから結局人気じゃないですか。さあ、それがですね、今日用意いたしましたこちらなんですけども。いや、すげえ。カメラ向かって右側がハラミちゃんたちでございます。ああ。これがハラミ。で、カメラ向かってこちら側、これがカルビです。これ言われなかったら分かんないっすな。分かんない、まあ、色違うぐらいでしょ、うん、はい、確かに。これね、多分ね、目隠しして食ってたら多分分かるんすよ。今日は目隠ししたね、ハルミカルビ当て続けられたやつ最後までが優勝選手権。ただ個人戦です。個人戦、目隠しとして僕が口に運んでいくんで、毎回みんな食べるのは一緒です。はい、誰かだけハラミとかとかないんです。なるほどなるほど。晴れて最後まで残った人はハラミ 1kg あげます。冷蔵庫に入ってるんでやっていきます。はい、美味しそう、美味しそう。こちらがハラミ、こちらがカルミ。カルミしてるから。カルミ。こちらを焼いていきたいと思います。これはまずい。できました。まあ、まずこれね、なんか見た目悪いな。これ、こっちハラミです。お、こっちがカルビ。まずこの味を覚えていただかないと話にならないので。オッケーです、オッケーです。覚えろ。うまっ。味は大丈夫そうですか。うん。わかる。では、続いてカルビ。いただきます。どうですか。違う。わかる。わかる。なんとなくですけど。うん、なんかわかる気がするぞ。うん、では OK です。皆さん味の方はよろしいでしょうか。では目隠しをして本番に参りたいと思います。はい。うわー、食いてー。今から食えるんですよ。では皆様、許されるミサイからあげ。誰だ、誰がやった。開けてみ、開けてみ。お前では私がですね、はい、皆様のお口元にお一人ずつこう食べさせるので、いざ召し上がってください。よりくん、またそうか、嫌なことしてました。すいません。こら男子、それでは皆さんの答えるの簡単、カルビかハラミだけ。よっしゃ。じゃあ田中氏からあの順番にいくね。はいはい。まあじゃあこれいこうかな。最初はこっちです。なるほどね。なるほどね。そっちか、そっちか。こっちカーンしてくださいね。ほーん。はい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 、いきますよ。ペクヤよっこらっしょ。ちょっと誰が、そして最後と思ったわけ。はいはいはい、今またお待たせしました。いきますよ、はい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 、シンキングタイム。はい、シンキングタイム。うん、確信は終わりですか。 OK です。もちろん OK です。あ、もう余裕。はい、まあちょっとどもたかがまだ時間差があるんで、ちょっとだけ待ちましょう。うわ、うまかったな。うまい、うまい、マジうまい。これいい肉っすか。多分なんか精肉店駆け込んできました。それでよろしいでしょうか。はいはい、多分どっちだったっけ。カルビかハラミ、せーので答えてください。いきますよ。はい、です。それでは第一問いきます。せーの、ハラミ。お、え、え、誰か。ハラミの人。はいはい。もう全員ハラミ。おお。全員正解です。まあまあ、まずはね。まず行こうから。じゃあもう行きますよ。はい。じゃあ今度は友高から行こうか。はい。あ、いいっすね。おい。怖い。全然またゾウが声出ます。はい、召し上がれ。はい、美味しいです。うまし、ほんまに美味しい。これ一生わかるかもしれない。いや、あるっす、マジで。これ一生わかるかもしれんな。もう余裕。はい、余裕、はい、余裕、余裕です。では、行きましょうか。せーの、カルビ。え、分かれたんだ。え、うん、分かれてないか。カルビの人。はい、はい。ともたかがカルビ、カルビ、トウエくんがハラミ、ハラミ、あら、はじめくんもカルビ、またぞうもたなちもカルビ。うわ、終わったわ。別れたんじゃないが一人。お前だよ。おいくん。はい。残念よ。これミスるやついるんだ。俺より84近いわ。いたらバカ野郎が。で、怖い。せーで、またぞうが。覚えたし、一緒に行きます。これです。
はい、いやもうこうしちゃいます。いや絶対そうっすよね、それがいいっすよ。俺じゃん俺じゃん、俺本当にほら両手下がってる。では行きたいと思います。ペロンペロンチョ、ペロンペロンチョ、はいよっこらっしょ。ちょっと待ってください、はいよっこらっしょ。おい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 、次木又さん。木又わらかさんといて橋プルプル増えてる。さあ、はじめくん。はい。でーい。だんだんと難しくなってきております。さあ、最後のお宝。はーい、どうぞ。さあ、どうですか？カルビか。ハラミしかない。もちろん。そんないきなりなんかタンとか出てこないです。絶対食わされたの違ったんだよな。さあ、どうですか？どうなんですか？違う。大丈夫です。はい、大丈夫です。はい。大丈夫？はい。いきます。せーの。ハラミ。そろそろ正解です。ローストビーフの味したんだよ。意外とみんないけますね。これワンちゃん先に食えなくなったやつが負けたやつありますあのキャパの問題ね。カルビ結構よくえんすよね。うん、油がね、うん、多いかもしれないね。さあ、ただね、あのこれ個体食べる場所によってね意外と感触違ったりしますから、うん、それを踏まえて量をちょっと変えますね。はいはい。うわ、むずいやつきた。うん、分かった。うん、耐えたよ。はい、あー、いった、あー、いった。あ、難しいな。いや、もうカルビとハラミといえばね、うん、もうド定番中のド定番なんで、もしかしたら簡単すぎたら。それでよろしいですか？まあ、待ってください。そうですね、田口先輩はちょっと最後に食べてもらって。みんなの答え聞いてから答えてみる。一回のこと言ってみる。一番最初やだな。いきますね。はい、カルビ。さあ、では、田口選手。僕ですね、ハラミ。え、おぉ。さあ、分かれた。そして、じゃあそこのゲジマイ・マタド選手。カルビ。カルビ。おぉ。さあ、田口選手。俺、ハラミ。おぉ、イエーイ。確実に2人減るってことになりましたね。どっちだこれ。あー、ちょっとただいま皆さんに食べていただいたのはカルビ。イエーイ。マジか。マジで急にどうした。いや、分からんかったな。分からんかった。今のはなんで、なんでめっちゃハラミの味しましたよ、ね、ハラミの味した。次一緒か。さてはさあ、それでは決勝戦はトマト精肉店対マタゾ精肉店です。それでは次いきますか。ではトモタカから。はい、はい、いただきます。あん、ゆうすけ、わかる？わかるよ、トモタカ。さあ、トマト選手から OK サインが出た。お、え、それでは、せーのでお願いします。いきますよ。せーの、ハラミ。やるやないか、お前。おぉ、まだまだ続くで。社長、これ終わらんす。あ、いやいや、誰か標本の骸骨使ってきた方がいいかもしれない。10年後。骸骨もないんでしょ。結構あるわ。松戸もともと骸骨だから、トモタカだけ。それでは行きまーす。あ、いい、そう、こっちです、こっちです。行くぞ。デリシャスアタック。せーの、カルビ。続いてはこちらですね。はい。いや、多分大丈夫です。よろしいですか？はい。うん。お願いします。せーの、カルビ。お前わざと間違えたろ。違う。またぞさん、俺が合ってるっすよ。あ？お前これ。食い続けたくねえからってわざと間違えたろ。いや、間違えてないね。これはハラミだった。いや、お前そう言ってる。お前がわざと間違えたんだろ。絶対カルビだ。ハラミだ。カルビです。ハラミです。では勝者の腕が上がります。それでは、ま、第1回ハラミカルビどっちやねん選手権優勝者は発表お願いします。ここで1分は尺を稼ぎます。ドキドキする。あと30秒。なんか手汗かいてる。はい。カルビでした。いや、分からんもんなんやな。おお、ハラミ1キロです。ありがとうございます。あ、でもこのくらいの量ならシンプルに嬉しいかもね。うん、これ5000円もすんの？いや、ハラミなんてそんなもんですよ。100円。